はい、おはようございます。といってももうですね5時前です。5時前になりましたが、今日も車検をしております。またポンプ車、来ております。これですね、前回はスバルサンバーでしたが、今回はスズキのキャリーですね、キャリーになっております。でこのポンプ車もですね、サンバーがどんどん引退していって、キャリー、そして、ハイゼットのカーゴ、あの荷台があるやつ、軽トラじゃないやつですね、あれにどんどん変わってきていますね。そんな感じです。今回はキャリーですね、軽トラタイプです。でまあこれはですね、あくまで消防団が使うこのポンプを運ぶ車だと思ってください。まあ、消防車といえば消防車なんですけれども、まあさすがにね、本職のような能力はありませんが、ある程度の水を出すことはできます。ちょっとね、装備解説しましょうか。これが、給管ですね。水を吸い上げるホースです。この黒いやつがね。これで、水利から水を吸い上げるということですね。なんで、こういったね、黄色いネットがついてますね。これはあのゴミとか吸い込まないようにしているフィルターです。で、ここから吸い込んでずっとぐるっと回って、ポンプの中に水を入れるということですね。で、さっきの給管からつながるのがこれです。ここにつなげます。これね、ここにつなげて、で、ホース、ここにつなげます。これですね。ホースをここにカチッと装着して水を出すというふうな仕組みになっております。で、まあ、ポンプの操作は、まあ、前ちょっとお話ししたかな。こんな感じで、1、2、3と数字が書いてあって、操作手順が書いてあると。で、まあ、簡単そうに見えますが、やっぱりこれちょっと練習しないと難しいですね。このポンプの操作は。もうこのね、メーターの読み方とか、この細かい操作方法とかありますんで、やっぱりちょっとね、消防団を経験している人じゃないと、ちょっと扱いは難しいかなとは思います。あとはこういったはしごもありますね。ただ僕は何回か現場出たことありますけれども、このはしごを使う時はなかったですね。いつ使うんだろう。わかんないです。これはホースを背負う、こうリュックみたいな感じですね。背負い子みたいな感じです。ここにホースをこうバーッと積んで背負って走るということなんですけれども、これはね使いますね。これ使います。僕は実際使ったことないですけれども、ホース展開するときにですね、これにホースたくさんつけてですね、走っていくという方が、こうね、ホースを1本ずつ持つより展開能力は早いですね。あとはなんだろう、ちょっとね、装備ほとんど下ろしてきてるんで解説する装備はありませんが、まあ、これは作業ライトですね。これ夜になるとやっぱりこういったライトがないと操作がしにくいです。ここにね、ポンプを置いて操作する場合でも、ここにライトがないと、作業がしにくくなります。で、あとこういった筒先とかはですね、もう下ろしてきております。本当はね、ここに筒先だったり、スコップ、あとまあ、消火栓を開ける工具だったり、そういったものを積み込んでおくんですけれども、これは下ろしております。まあ、車検の時はですね、ポンプさえ積んでいれば、車検に合格できますんで、ポンプだけ積んで、今ちょっと整備するので、ポンプは下ろしますけれども、その整備が終わったらポンプ積み込んで、車検場に行くという感じになりますね。で、まあ、このようにですね、まあ、消防車ほどじゃないけれども、あまり走らない車のメンテナンス方法というのも、まあ、前話したことあるとは思うんですけれども、走らない車であっても、オイル交換等ですね、やっぱり時期は守った方がいいです。オイル類も酸化していきますので、よくオイル交換5000キロごと交換というのもありますけれども、例えばもう年間もう1000キロぐらいしか走らない車だったら5000キロ走るまでに5年かかっちゃいますよね。それではやっぱりエンジンオイルというものは酸化してしまいますので、年に1回の交換ですね。距離が走ってなくても、本当に年間100キロしか走らなくても、もうオイル交換だけはしておいた方がいいです。1年ですね。一応1年を目安と考えておいた方がいいです。なので、そういった方はですね、距離来てないから、別にオイル交換しなくていいやじゃなくて、距離来てなくても時期ですね、時期が来たらオイル交換だけでも、しておいてください。まあ、ブレーキとかね、他のオートマチックフルードだったりそういったこともあるんですけれども、まあとりあえずエンジンオイルの話だけしておきます。さあ、それでは、質問にも回答していきます。でそれは、これ、前にもお答えしたことあるとは思うんですけれども、暖気運転、これについて回答していきます。暖気運転というものは必要なんでしょうかということなんですけれども、
これはまあ僕個人の意見としては暖気運転は必要ないと思ってます。まあ、なんでかっていうと、まあ、そもそも、僕の車、まあ、オッティだったり、まあ、セレナだったりいろいろ車ありますけれども、それで暖気運転というものをしたことがないです、僕は。冬はこう寒いから暖房をつけたいために暖気運転するということはありますけれども、そうじゃない限り意識して暖気運転というものをしたことがないです。なんで、そういった運転をしていても、今まで不具合と起きたことがありませんので、まあ、この経験からしてですね、僕は暖気運転は別に必要ないんじゃないかなと思ってます。まあトラックとかもね、そうですね、特に暖気運転せずに僕は運転しますんで、必要ないんじゃないかなと思います。なんで、この暖気運転、あまり意識しなくても、いいと思いますね。はい。そう思います。まあこれ、なんだろうな、これさ、スポーツカーだったり、かなりチューニングした車だったら、もしかしたら暖気運転必要なものもあるかもしれませんけれども、そうじゃない。もう一般的に売られている車ですよね。普通に売られているノーマルの車だったら暖気運転必要ないと思いますね。で、必要だったら多分、そういった注意喚起あると思いますので、そういった注意喚起もですね、今まで聞いたことありませんし、なんかそれによってどうだっていう話も聞いたことないので、まあ、暖気運転は必要ないですね。はい、それともう一ついただいた質問が、ブレーキの、マスターシリンダーのオーバーホールって、何キロぐらいでした方がいいんですかという、質問がありました。で、これはですね、マスターシリンダーとなりますと、そこまで僕は何キロでオーバーホールするということを、明確に決めておりません。キャリパーだったり、ホイールシリンダーだったシリンダーですと、まあ、車検時にですね、確認して、液漏れだったり、サビが見られる。で、動きが、ピストンの動きが悪かったら僕はまあオーバーホールするようにしてます。まあ距離で見てませんね、僕はなんで。距離で見ずにそれでオーバーホールします。で、マスターシリンダーは、その時に、まあ動作ですかね、よくね、マスターシリンダーが、ちょっとダメになってしまうと、エア抜きした時に、わかるという場合もあります。エア抜きした時に明らかになんか抜け方が悪いなとか、思うようにエア抜きができないという時は、大体、マスターシリンダーが、ちょっとやられているということもありますので、そういった時に、オーバーホールをするということもあります。あとは液漏れですね。液が漏れていたらオーバーホールする、修理するということがあります。ですけれども、こうなんか定期的にマスターを、オーバーホールするということはあまりないですね。そういった経験は、正直ないです。ブレーキに異常を感じた時にやるかなという感じですね。で、これブレーキ系統って一応1系統、調子が悪くなっても、こう、もう1系統が、正常に働いてですね、そのブレーキが全く効かないというような事態を、なくすようにしておりますので、まあそこは、安心していただいていいと思うんですけれども、なんで正直ですね、異常を感じたり、液漏れという、目視だったり、体感できる異常がない限りは、ちょっとね、オーバーホールは、あまりしないかなという感じになります。はい。というわけで、5時半になってきたんで、Vlog の方終わりたいと思います。で、今週の日曜日は結局動画、メインチャンネルの方ですね。メインチャンネルの方は動画の更新しませんでした。まあですね、ちょっとね、皆さんに紹介しておきたい作業だったり、皆さんに伝えておかなければなっていうことが特になかったんで、まあ、そういう時は無理に動画作るのもおかしいなと思ったんで、あえて更新はしませんでした。一応ですね、週に1回は更新、メインチャンネルの方ですね、週に1回は更新しておこうかなというちょっと感じだったんですけれども、まあ、あえてやめようということで、そういうのをやめました。まあ、代わりといってはなんですけれども、このね、サブチャンネルの方で、サブチャンネルの方はね、頻繁に更新しておこうと思うので、そのメインチャンネルが更新される間ですね、このサブチャンネルで楽しんでいただければですね、まあ皆さんもそっちの方がいいかなと思いますね。僕もいいんでね。僕もそっちの方が助かるんで、まあできたら、そのような運用方法でいきたいと思いますので、ご了承願います。はい。というわけで今日の Vlog 以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の Vlog でお会いしましょう。さよなら。